おはようございます。皆さん、広島県立図書館に来ております。広島県立図書館の広島子どもサイエンスライブラリーという場所ができていることは、もう朝礼だけの学校の皆さんはご存知かと思います。はい、赤木看護さんのね、回想で有名ですが、ここに実際来てしまいました。ここね、車椅子が通れるように間隔を広く開けているので、とても見晴らしが良くて、こんな感じでね、入り口入って左手にすぐこんな場所があります。はい、広島なのでやっぱりカープの本から始まりますね。はい、こんな感じです。いかがですかね、テレビでね、情報番組とかで見た方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こんな感じでビジュアルがね、あ、レモン有名ですね。レモン触っちゃいました。はい、こんな感じです。ビジュアルが楽しいんですね。棚を見てるだけでもすごく楽しい。まあ、防災意識もね、大事ですよね。 SDGs の棚もあります。パネルサインとイラストシールっていうのがね、看護さん特徴、看護さん図書館改装の特徴かなと思いますけれども、これユニバーサルデザインですからね。はい、今絵本というか紙芝居もありました。まあ、ここでね、新しく購入した本が2000冊あると聞いてます。写真やイラストが美しいっていうのがね、特徴みたいですね。はい、どうですかね、これ見た瞬間に手に取りたくなるんじゃないですかね。で、児童書だけじゃなくて、多彩なビジュアルやイラストを含んだ大人向けの図鑑もここに置いていると。で、実際に館の方にね、聞いたんですけれども、どん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 子どもたちが大人向けの本を取っていくみたいなんですよね。それがまあこの図書館の魔法だよなと思います。はい、こんな感じで理科のねコーナーがありますが、パッと見て、あれこれ難しい、ニュートンみたいな本もあるじゃないと思う方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そうなんです、大人向けがあるんですね。小学生ってビジュアルセンスが良いので、大人向けの図鑑も借りちゃうなということですよ。はい、でね、分からないところがあっても、分かるところを読む適読でいいんだということだそうです。はい、ここでね、今映像を見るだけでちょっと分かりにくいかもしれませんが、無意識の脳が自分より高いところにあると認識するもの、例えば天文学とか、で鳥類は高いところに置いてあって、低いところには魚や両生類、爬虫類、昆虫を置いているという工夫もしています。はい、今鳥が見えましたよね。上の方にあるのは鳥だと、下の方には魚類とかが置かれている。はい、恐竜も置かれてますね。まあこれ手に取りますよね。はい、で回転食が今ありました。これね、ちょっとね、映像が早すぎて皆さん目が追いつかなくてすいません。こんな感じで、ああ、おなじみなのカエルくんね、いました。看護さんの図書館改装でおなじみのカエルくんもいましたし、はい、こんな感じで、まあ、カンブリア紀に絶滅した古生物のぬいぐるみが今、ね、一瞬映ってましたよね。はい、またね、この低いところにね置かれてるもの、まあ、読むだけで知識が頭に入るんですね。で、看護さんは図書館って子どもの知を耕す場っていうふうにおっしゃってますね。はい、で、小さい時から知を耕すことが探究につながっていくんだというふうにおっしゃってます。はい、こんな感じでどん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 とぬいぐるみがあります。こんな生物いるんだって、もう本当にそれだけでイマジネーション膨らみますよね。はい、で、自然科学の伝記のコーナーがもうすぐ来るんですけれども、あ、ここね、はい、ダーウィンの引き出し、引き出しを開けるとわーって出てくるですね。はい、何が出てくるかなーっていうので、実際ね、手に取って遊びますからね。はい、子供が見るとうわーこんな感じ、今いい演出でしたよね、バッと。はい、こんなね、今ね、人がいないところを見計らって撮っています。で、これね、お昼時のちょうど人がいない時に入ってるんで、人がいないんですが、他の時間は大盛況でした。はい、ここね、電気コーナーですね。電気コーナーは、まあ、欧米だと科学電気が多く作られていて、絵本で読まれてるんですよね。で、女性科学者の電気も多く置かれています。サイエンスっていうのは男性科学者だけのものではないんだということが本当に一目でわかるんじゃないかなと思っておりま
ます。はい、こんな感じで、まあ、ニュートン目立ちますね。でこの映像にはね、ちょっとね長くなっちゃうんで入れなかったんですけれども、読み書き障害の、子供たちへの対応もしています。ディクレシアへのね理解だったり、あるいは LL ブックとか、はい、読書補助具の常備もしておりますので、魔法の定規っていうのがあるんですけれども、これもね本当は映像撮ってあるんですがちょっと長くなるんで、ここはぜひ見に行って確かめてもらえればなと思います。はい、宇宙の棚もありますが、というところで、これね宇宙の絵本見てみたいですね。開きたいですよね。はい、まあ、これね広島なので、ああやっぱりね那須先生のズッコケ3人組のね那須先生の本もたっぷりとありますよ、と。というところで今日はね菅子先生の講義の2回目になります。前回はね文章の分類がありましたが、今回は感想文に集中して教えていただきますので、それでは今日もお楽しみください。はい、サイエンスライブラリーにも来てください。それでは2回目いきましょう。今日は感想文のでは書き方の説明をします。はい、感想文を書かなくてはいけないときに一番最初にやらなきゃいけないのは、感想文とは何かという定義を決めることです。感想文とは何か、何かを体験したり経験したりしたことに対し、自分がそれに対してどう思ったかを述べるのが感想文です。はい、そして中国の人はとても厳密にものを考えたので、こうやって字が違うということは意味が違います。はい、では経験と体験はどこが違うでしょう、校長。経験と体験、経験と体験、体験は自分でしたやつ、経験は自分じゃなくても OK。 違う。ブー何が違うんだろう。わかんないな、なんだろう。こういうことを調べるときには、はい、経験と体験のを使った文章を例題をたくさん作って、それを並べてどこが違うのかということを洗い出していくんですね。言語学者というのはそういうことをしている人たちなんです。はいはいはい、はい、で体験と経験はどこが違うかというと、はい、体験というのは一回こっきりでいいんです。でも経験というのは同じことを何回もやって習熟していくことを要求されます。はいはいはい、ですから乗馬体験がありますと言ったら、遊びで一回乗ったことがありますようです。はいはい、乗馬経験がありますは、はい、乗馬を習っていたことがありますようなんです。ああ違いますね。そうなんです。あ、はいはいはい、というふうに漢字を使った言葉というのはものすごく厳密に規定されているので、うっかりそれを間違えて使うとわけのわからない文章になります。全然厳密にしたことなかったですね。で日本人は厳密にするのが嫌いな民族なんです。はい、何もかも全部曖昧にしておきたい、はい、そうすると誰も責任取らなくて済むから、はいはい、だから厳密にしようとすると嫌という拒否反応が。わかりますね。でも文章を読んでいてこの文章を何回もわからないなっていう時は、大体この漢語を間違えて使っているんです。はいはい、だからいちいちこうやってこれはどういう意味かな、これはどういう意味かなっていうのをちゃんと押さえておかないと筋の通った文章になかなかなりにくいです。というわけで感想文何か、はい、自分がやったことに対して自分の感想を述べるものだ、そうなると例えば読書感想文は本を読むという体験をして、その感想を述べたものです。はい、体験ですね。そうです、はい、はい、菅子さん今日もありがとうございました。2回目の授業でした。本日もお題をお願いします。はい、今日は体験と経験の違いのように、はい、漢字を使い間違った経験がある人はそれを話してください。はあ、漢字の間違い。あ、経験じゃないね。漢字を使い間違った体験のある人は話してください。あ、なんか難しかった。経験と体験って難しいですよね。こんなね、漢字の間違いをした人は
ぜひ教えてくださいというところで、はい、本日もこの指差し確認してもらって、君ならできる！